おはようございます。シネマトグラファーの大畑です。7月に UM 東京の企画でズーム対談を行ったんですけれども、今回はその一部を公開していきたいと思います。ゲストは日本初のダヴィンチリゾルブ本国認定トレーナーでもある撮影監督のニコラス竹山さんをお迎えして、ブラックマジックデザインの話を根掘り葉掘り聞いてみました。では早速ご覧ください。やっぱり個人が持つならブラックマジックのポケシネ 4K が最適なんですかねっていう質問もあるんですけど、うん、デジタル一眼みたいなちっちゃいカメラを持つとしたら何がいいかっていう話でいうとどうでしょうか。VCC 4K はやっぱりおすすめですね。そういうコストパフォーマンスっていう意味で個人が持つにはやっぱり現状最適なんじゃないかなとは思うんですけれども、まあバッテリーの持ちも悪いですし、単体で使うにはちょっといろいろ大変な運用大変なところもあるので、どこまで本腰入れて撮影できるかっていうんで変わってくるとは思うんですね。ニコラスさんはブラックマジックのカメラだと何使われてますか？今アーサミニ初代のやつですよ、無印のやつ、うんは持ってるんですけど、基本今はレンタルが多いですね、うん、現場によって違う機材やっぱりレンタルしてます最近は、うん、ただやっぱ自主制作で何かやりたいとか、まあちょっとしたプロジェクトをやってる時は、その時はアーサと BNPCC が多いですね。あの機材借りるっていう、うん、そのレンタルハウス、機材屋さんって普段よくここ使うとかあります？どっか、いや結構バラバラですね。あの、照明とかも借りたりするときがあるんで、照明とか借りるときは、アークシステムさんとか、ちゃっと借りるときは東洋レンタルさんとか、うん、知人でレンタル、個人でやってる人がいるんで、そこから借りたりだとか、結構バラバラですけど、はい、うん、そんな感じです。なるほどですね。ニコラスさんがおすすめするブラマジポケシネ 4K のレンズを教えてくださいということなんですが、パナライカいいんじゃないですか。あのパナソニックが出してるライカの、単焦点とか 25mm とか、うん、割とお手頃な値段で買えるんで、25mm が、5万円ぐらいで買えちゃうと思うんで、あ、安いですねやっぱ、マイクロフォーサーズレンズ、これはめっちゃ綺麗ですね、やっぱトーンが上品で落ち着いてるんで、パナライカ結構合いますね、あとマイクロフォーサーズなのによくボケます。ボケは綺麗で開放 1.4、ブラックマジックが今後どうなっていくんだろう、どんな製品を開発していくんだろうっていう、そこら辺に関してやっぱニコラスさんはあのブラックマジックの本社のスタッフの方ともやり取りされている場面もあると思うんで、そこら辺どう思われますかね。なんかだあのブラックマジックの強みはやっぱりソフトとハードが同じところで作られる。本社の方をこの前から去年の頭ぐらいに伺ったんですけど、本当に同じところにあるんですよ。そのハードの開発チームとソフトの開発チームが同じ屋の下でやってって、そういうところすごいなと思ったので、フィードバックするとすぐ反映されるっていうところもあって、ソフトとハードがこう連携して作れるところがやっぱり今のがブラックマジックの強いのかなって思ったんですね。その本国のスタッフから新製品のなんか極秘情報みたいなのがないですか？あんまそういうのを教えてくれない。でもなんか、ダヴィンチのソフトに関しては、基本的には言ったら、割とすぐ反映されますね。ダヴィンチリゾルブ17出る時期の噂ありますでしょうか？どれぐらいなんですかね。でも結局、今、1年に1回ぐらいなんで、遅くても1年後には出るのかなと思ってます。まあでも17になったから何か目新しい機能が追加されるかと分かんないですね。今でも割と揃ってるって感じがあって、そうですね。他に多分今映像よりフェアライトフュージョンに開発チームは力入れてるみたいで、そこの連携を今強めてるみたいで、カラーの部分はやっぱりもうかなり成熟されてるんで、それ以外のところを多分今後補充していくのかなとは
思ってます。まあ、開発チームからもそういうふうに出ますね。うん、ニコラスさんが普段どういう環境でブレーディングをされているのか、写真をいただいたのでそれを見ながらちょっとお話しできればなと思っております。これがニコラスさんのこれオフィスの写真ですかね。そうです。あのでもコロナのあれで、はい、今全部自宅に移したんですけど、環境はこれとほとんど変わる。ちょっと一個一個見ていきたいなと思うんですけど、うん、まず PC、Mac 周りのマシンでいうどういったものでやられてるんですか？今は、メインは、当時の自作のマシンっていうのでやってますね。うん、AMD の16コア積んでる GPU と、うん、RTX2080A、うん、グラフィックカード積んで、それメインでやってます、ね。ただ、ちょっと AMD がいろんなソフトとの相性が良くないので、うん、使えねえなって最近思ってるんですけど。なるほど。まあ、Windows マシンのかなりハイスペックなものを使ってるっていう感じですね。そんなかハイスペックじゃないですけど、全部で合計で30万しないんじゃないかな。PTO で30万ぐらいで組めるような。うん。Mac は使わないんですか？今、ちょうどこのズームやってるのが MacBook Pro の2016年ぐらいのモデルです。15インチの。結構 Mac でも作業しますね。ファイナルカット使うの結構好きなんで、うん、あと、例えば出先でそのままプロジェクト組んじゃいたいっていう時は Mac で最初から最後までやっちゃう時もあるんですね。がっつりやるときは、まあ、ハイスペックな Windows 機で、で、もうちょっとライトな環境でやりたい場合に Mac のノートを使うっていう感じです。うんうん、これはマイクロパネル、ダヴィンチ。あ、です。マイクロパネルをちょっと台の上に置いて、うん。まあ、ミニパネルもたまに使ったりするんですけど、うんまあ、なんだかんだマウスでの作業が結構多くて、パネルあったとしてもの話なんですけど、うん、マウスのショートカットの方が早いものとかもあるんで、あとトーンカード選んだりとかも結局マウスでやるんで、マイクロパネルって十分かと思ってますね。だから結局ミニパネル、これより大きいやつ買ったりと、うん、デスクスペースがどうしてもっていう。ああ、1.5 倍ぐらいの大きさなんですよね。割とでかいですよね。下手したら2倍ぐらいあるじゃないですか。2倍ぐらい。うん。確かに。そうするとだいぶ大変なんで、うん。出張グレーディングみたいなのもたまにあるんで、うんうん、このマイクロパネルと USB1 本で、うん、給電もされるんで、うん、楽なんですよね、結局、うん。そしてこのオービタル2が気になりますねっていうコメントもありますが、これ使ってますか？全然使ってないです。すいません。結局ね、うん、ダヴィンチとの連携があんま良くないんですよね。うん、自分でマクロを組まないといけないんですけど、うんうん、アドビ製品って意外とショートカットで何でもいけちゃうところがあるんですけど、うん、ダヴィンチって意外とフォトショートカットでできない操作が多いんですよ。うんうん、だからマクロはそもそも組めなくて、結局マウスとかもいろいろ使う羽目になっちゃう。うんうん、アドビとの親和性はいいけど、ブラックマジック製品だとプログラム組めないっていう。うん、そもそも組めないっていう。組めないっていうことですね。なるほど。うん、グレーディング環境において一番こだわった方がいいところは何ですかっていう。これ意外とな聞いてないかもしれないですけど、うん、遮光すること大事だなって。ああ、部屋を。部屋を。うん、実は部屋の色温度とかで、色の感じ方違うんですよ。うんうん、だから本気でグレーディングした時は、部屋の電源切った方がいいです。目にはだいぶ悪いですけど、うん、ホワイトポイント、なんか白だって感じるものが、うん、ね、蛍光灯なのか、白熱電球なのかでも全然変わってきますし、外光なかなか入ってこない方がいいです。もし、そこまでこだわりたいんだったら。うん、でそれ高いモニター買っても、意味ないっていうぐらい、結構言い方違うんで、うんうん。なんと、ここに来て、バード&インセクトさんからご質問いただいてます。
グレーディングのテイストは作品の印象に寄せますか？ニコラスさん自身のテイストを強く出しますか？もし作品の印象に寄せる場合はどうやってその作品に合う色を探っていくのか知りたいですっていうことですね。僕は前者の方ですね。作品の印象に寄せます、寄せがちですね。